こんばんは、平井弘明です。いつもはですね、右へ行く方のお悩みに解決しますとか結構言ってるじゃない。でもそういえば左に行く球が悩んでる人についてやってないなと思って、今日はちょっと左引っ掛けチーピンに悩んでる人にちょっと、まあ、参考になる動画になればいいかなと思って、ちょっと撮っていこうかなと思ってやるんですけど、平井弘明のワンナップゴルフ。確かに右に悩んでる人もいれば、もちろん左もいるはずなんだよね。で、左で一番多いのは朝一のこれ、あれね、あれ一番多い。もう要は俗に言うチーピンって言われてる、うん、左へとにかく引っ掛けちゃうやつ。あれはなんで原因として起こるのかっていうのが、自分が思ってるバックスイングよりも深い時に起こったり、あとは打ち急いじゃう時、打ち急ぎって上げてここで下ろしますよっていうぴったりなタイミングよりも早い段階でこうやって切り返しちゃう。これ2つ。あともう一つは、その左が怖いなって思ってるから、もう触れなくてこうやって緩んでこうやって左行っちゃうのが、お前は一番多いかな、この3つが。これが多いんで、それをどう直していくか、練習しかないです。それでちょっとざっくりすぎるんで、まずボールの位置からいくと、ど真ん中にボールを置いていただきたいんです。ボールをど真ん中にボールを置いて、これぐらいかな、これぐらいからボール約2つ左にずらす、この位置。まあまあ、いつもの正しい、その俺が言ってるそのかかとからボール2個内側ぐらいの位置にセットしてもらって、まず最初極端にやる。極端にやるっていうのは、絶対左に行かさないためっていうのは、ヘッドを視点にグーってちょっとハンドファーストというか、ハンドファーストの正しいやり方はフェースをまっすぐこうやってターゲットを受けたまま倒すじゃない。じゃなくて、フェースの角度を、ロフト角を変えないで、こうやってこうやって出す感じ、少し外にちょっとこうやって出して、このまま振ると絶対に右に飛んでいくの。だ、要は左には行かない。でももちろんあれだとスコアにならないから、この真ん中よりボール2個左に置いた位置、この位置からクラブの角度と腕の角度変えないで、要は棒みたい、腕を棒みたいに使って、まっすぐターゲットに出してあげる。で、体のこの時、体の回転は回そうとしない。もう腕が右に動いたから、このままじゃこうやっていけないから、ちょっと体回したぐらいの感覚でいいの。これをバックスイングだから体回さないとってやると、さっき一つ目に言ったバックスイングが深く入りすぎちゃって、要はこういうバックスイングを取っちゃうんだね。それでチーピンが出る。それが起こるんで、正面ほぼ体向いたまま腕を伸ばしっぱなしで触れるところ、で打ってあげる。そうすると、そのパキューンって左にすぐ曲がる球っていうのはなくなるんで、それをやってもらいたい。俺よく理由わかんないんだけど、俺ちっちゃい頃チーピン打ってた時によく言われたのが、腰止まってるってよく言われたの。腰止まってなんで左行くのかなってずっと思ってた。今でもあんまり解決に至ってないんだけど、要は腰を切るとクラブがこうやって遅れるから左に行かないんだっていう意味だと思うのね。要は3つ目かに言った、こうやって体が緩んでこうやって左に飛んでっちゃうっていうのも、そういうことも言ってんのかなと思って、いろいろその原因があるんだよね。あとはその単純に左行くって、クラブをこうやって下から使ってダフってこうやってこうやって打つのもチーピンが出るのよ。そう、振り遅れでもチーピンは出る。そう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 、右行きそうでしょ、でも
こうやって地面にこうやってちょっとダフりながらワンタッチするとクラブってこうやって回転しちゃうのよ。ダフってこうやって、うん、だからこうフェースがターンしてクラブが寝るとバインって弾かれてこうやってターンしてこうやって左にそう飛んでいくんだよね。だからチーピンってこうビヨンってこう一旦上に行ってすぐ左に潜る球で引っ掛けっていうのがこういうまっすぐな左、うん、だからまあ両方左即死なんだけどだそれをどうその左に行く悩んでる人っていうのはどう対処するかっていうのなんだけど、一番早いのはアドレスして上げた瞬間からフィニッシュまでスピードを変えないで打つことがめちゃくちゃ大事なのよ。で大体スピード感が変わる人が曲がるから、うん、それはそうそうそう右もそう右に行く人もそう。だから練習場なんだからどこ行ったっていいんだからそれをまずやってみてほしいっていうのが強く言いたいところで、これで構えてこうやって上げたスピードと下ろすスピードを揃えて打つ。そうすると左には行かないのよ。そうで今度右に行っちゃったらあれをワンナップの右手使いますを見てもらえば左に返せる。そうあれで右行きました。じゃあ今度は今のスピードキープしたまま右手を使って打ってあげる。そうそうするとだん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 球っていうのは真ん中、要は右に行ったのが左に返ってくるっていう球が打てるんで、そういう練習を普段からした方がいいかなと思うんだけどね。あとね、体重が右に残る人も左行きやすい。そうこうやってこういう人もいる。そうだからそれは自分の打ちたい力で振ってるんだろうなと思うわけ。でもそれって素晴らしいことなのよ、自分の打ちたい力で打つのは。でも自分が今から何ヤード打つかっていうの分からず、ただがむしゃらに自分のもう100点満点の力で打つとああなるから、ゴルフクラブを握ってゴルフのスイングをあなたがした時にどういうスピードで振るかだから、それがねなかなかこう自分の力でこうウワッてやると右にこうやってなる、たまに見るでしょ野球のスイング。そうなっちゃうとこうやってなる人もいるから、そうそうそうなるとね、やっぱりヘッドが動かなくなるから距離も出ないし、右に残ってもいいんだけどちゃんとこうってなってればボールはまっすぐ飛んでいくの。そうちゃんと右に残って終わって打ったら、そうまあまあいい球出るの。そうだからこれが野球打ちになって、ここのシャフトの一番真ん中、ここがこうやって出るの。そうそうこうやってしたらこうやってなるでしょそう覗き込んじゃうような。そうだからヘッドがリードしてればとにかくいいのよ、こうやって。そうすればまっすぐ行くから。すごいね。そうつまりやっぱり何でもかんでも戻ってくれるんだ。そうなっちゃうでしょ。そうなっちゃうよね。そう。何でもまっすぐ行くから。そう。だからよっぽどインパクトがフェースがまっすぐ戻ってきてたら、まあ極論言えば何でもいいのよ。本当に。そう。もうこうなってようが。そうでしょ。あれだったらさ、全然2340のさ、フェアウェイ真ん中じゃない。ね、バーディー取れるじゃない。あれでいいんですよ。綺麗なスイング関係ない。関係ないの。そうだからスイングの綺麗なのとスコアは一切関係ないから、そう。いかにインパクトでゼロに戻ってるか。そう。これあのインパクトゼロに戻す戻し方、あちょっと今後上げますので楽しみにしててください。そうなんですよ。なんでとにかくチーピンと引っ掛けに悩んでる人の詳しい説明はできなかったですけども、体重が右に残ろうが切り返し早かろうが、とにかく自分の当たる瞬間にフェースがまっすぐボールに戻ってきてたら、曲がりません。証明できましたね。そうなんです。なんであんまり形がどうのって意識しなくて、とにかくここにビターンってこうまっすぐ戻ってこれるスイングをするということが何よりも先決だと思います。
ではですね、今回全然参考にならない左へ引っ掛けるチーピンを打っているお悩みをお持ちの方の動画にはなんなかったですけどもまあインパクトでまあ戻すっていうことですよね、うん、それを第一に考えていただきたい動画となりました。左引く人、うん、こういう練習したらいいんじゃないですか。なるほど。まず左にフックボール、ドローボールを打とうとして左へミスをしちゃってるんだったら、ボールの位置をちょっと中に入れてあげれば多分即解決することが多いのよ。そう、左に行く要素を削ってあげればいいのよ。そうだけど、いや左にドローとかフックで打ちたくなくても左行っちゃうんだっていう人は振り足りない人が多いの。もうちょっと振ってクラブを遅らせてあげればいいのよ。こう振り遅らせれば左には行かないから。ただ振り遅れて、さっきも言ったけど振り遅れて右膝がガンってインパクトでこうやって出たり、あとは振り遅れて右に体重が残ったりするともちろんド右飛んでったり、そう、あとはいや知ってるよインパクトでこうやって戻すんだろうって言って戻しすぎて左に飛んでったり、そうタイミングが合ってないんだよね。そう、上げてビターンって下ろすところのタイミングに合わせられればいい。だから練習方法はまずこう揺さぶっても何してもいいんで、上げてパチーンと下ろすところで打ててれば、ああやってまっすぐ飛んでくる。あの中途半端な大きさのスイングでもいいんで、とにかくタイミングを合わせてまっすぐ飛ばすことができてるかどうか。アイアンだったらこれ8番ね、8番でバックスイングなんてどうでもいいのよ。とにかくマットに対してまっすぐ構えて、こうやってタイミング上げて下ろす、上げて下ろす、とにかくこの下ろすっていう時にフェースがパンってボールのところに戻ってきてるかどうかっていうのが重要。そうだ、そういう練習、タイミングの練習を多分ほとんどの人してないと思うのよ、うん、フルスイングを練習してまっすぐ行くかどうかの練習しかしてないから、そんな練習はもう全然しなくていいのよ。とにかくタイミングを合わせる練習、こうやってパーンパーンってちゃんとここっていうところにクラブがまっすぐ戻ってきてるかどうかの練習をしてれば、コースではもう何不自由なく打てる、絶対。そういう練習を、とにかく球が曲がる方だよねは、そういうタイミングの練習した方がいい、うん、だからなんかここ首かなんかにこう紐ぶら下げて、こうやって体重移動だけでそれを振るのよ。こうやって振ってここをここをっていうところのタイミングを自分で掴むのよ。本当はめちゃくちゃタイミングって遅いのよ。そんな早く動けないから、腕とクラブって。そうでも頭の中の想像ってビタンって踏むのよ。そんなんじゃまだここだから。そうだ、そういうタイミングの勘違いもある。そうだから右行く人の率が多いっていうのは、タイミングが早すぎてクラブがまだ振り遅れてこうやって当たるから右に飛んでくる。本当はもっと遅いの、うん、だからそのタイミングっていうのがすごい重要になってくる。だからそれだから、あのタオルとかホースとかをこうしならせないでこう振る練習、タオルなんかも一番先にこう団子作って、タオル片手で持ってこうやってなるべくピーンとタオルが張ったまんま振れる練習とかをすると、タイミングってこんなに今の自分と違うんだって分かるから。それタイミング合うようになってくる、合うようになってくる、物の使い方だから。そう、それは今俺ゴルフのことに言ってるけど、ゴルフ以外でもそう。例えばあのこれサッカーボールだとして、そのここでバンってボールのところで蹴るじゃない。でもさ、こうやって蹴らないじゃない。そういうことよ、チーピンって。今の速いところで蹴って、要はインパクト後に当たってるからこうやって溜まって左行くのよ。そっか、ここで当たるはずのところを過ぎてから。そうもうインパクト迎えた後に当ててるようなニュアンスだけどね。そうだから、そういうタイミングってめちゃくちゃ大事で、だからボールもさ、ここでリリースしたら真上しか飛んでいかないじゃない、うん、でここでリリースしたら真下に飛んでいく。そう、それと一緒よ。そうだから、ちょうどいいところってどこってさ、説明できないじゃない、投げた人しか分かんないでしょ。そう、それと一緒でさ、インパクトも形は説明できるけど、今って言ったってもう過ぎてるじゃない。そうだから、そこってそう、本人が練習して掴むしかないのよ。そうだから、それはレッスンで言えないんじゃなくて、教えられないところ。そう、そう、本人が感じてないと分かんないところがやっぱ多いから。そうだから、ちゃんとインパクトでバーンって、例えばこの
マットをする音あるでしょ、うん、これが自分の打ちたいタイミングで鳴ってるかも大事なの、練習でね、素振りで。でそれが分かんないっていう人は紙のボールでもゴルフショップであのスポンジボールでも売ってるんで、そういうのを庭とかで打てたら打ってみた方がいいのよ。で自分のこう架空のインパクト音が鳴る場所ってあるじゃない、ここっていうと、そこで本当にスポンジボールが当たった時に鳴ってるかどうかっていう誤差を知るっていうのも大事。そうだ、そういうね、練習の一工夫っていうのがあるだけでもう全然上達できるから、そういうのをね、どん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 増やしていった方がいいと思う。ちょっとごめんなさいね、ちょっと伝わりづらかったらごめんなさい。でも本当にあのサッカーボール蹴るときはここで蹴っちゃダメです、ちゃんとここで蹴んないとダメです。投げるときもちゃんとここでこう投げあるじゃない、それをちょっとタイミング掴んでください、ぜひお願いします。今回の動画は以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。全然すごいいい動画なんだけど、全然あれの動画じゃない。チビ？引っかけ？そっちのさ、タイミングのあんなね、タイミングのだけのこと。そうか、あんだけ言ったのね。そうだね。そのあの、ちょっと俺あの、あれだろ、インパクトゼロ理論完成させたから。うん。理論ですよ。うん。タイミングを合わせるのに、その練習が必要なの。そのタイミングだけの練習をやった方がいいし、もっと言えば、インパクトゼロ理論をじゃあ、習得したら僕やりたいですよ、考えたら。で、何練習したら、言ってもあれなんだけど、ゼロ理論を習得するためのこう練習の方法なのかな、なるほど、ステップ、段階に分けて、レベル1。でまあ、レベル1ってのはもう、本当にあれだけだと思う。今の鈴木っていう話で練習するだけだと思う。それだけの理論？そうそう。あ、今回だからインパクトの戻し方もあるし、リズムの技術は大切だと思う。それが取ったらこういいのかな。